ユジノルスコエガス電の位置やマロネネツジチ管区におけるユジノルスコエガス電の位置ユジノルスコエガス電はロシア連邦チュメニ州やマロネネツジチ管区のタゾフスキー村の南東1 4 0トルに位置するガス電で西シベリア油田ガス電地域の一部である1969年に発見され2007年から運用されている鉱山は チャペル巨壁の南ロシア壁にある隆起に接している。南ロシア壁は後期白亜紀のセノマニアン堆積物の屋根に沿った平らな大きな廃車足でサイズ6 2 x 1 5トル深幅1 0 0ルである。天然ガスは上部白亜紀とアルビアン下部白亜紀のアプティアンの中ロニアンとセノマニアンの堆積物で利用可能である。 788-2064メートルの下部に19の堆積物が見つかった。中ロニアン堆積物は788から899メートルの深さにあり、有効ガス含有量の厚さ6から9.9メートル、気行率27から29%、ガス法は0.52から0.55、初期総圧力9.9から11.5音波である。主なガス容量は、 底部860から950メートル、有効厚さ33メートル、多高度32.6%、ガス飽和率0.82、初期総圧9.3ンパのサガンセノマニアンのアリューロール堆積物に集中している。地下線390から2064メートルのアルビオンアプション堆積物中に PK12、PK16、PK17、PK PK18, PK19、PK20 PK PK から 21, PK21 から 22, PK24, AT0、PK AT1 AT の10の製品端磁層が発見された。堆積物は巨大で水よりも軽い。ガスの抽出量は1日あたり39.1から325、6000立方メートルで、石油の抽出量は1日あたり5.2から6000立方メートルである。 総圧は13.3から18.9ンパ、貯留層の気候率は17から26.5%、ガス含有量の厚さは1.4から5メートルである。ガスと水の接触面はマイナス1256マイナス2000メートルの絶対マークで記録されている。2002年に推定された当初の初期ガス容量は6868億立方メートルである。ありがとうございます。